羽生結弦さん、プロに転校した27歳は大きな節目、一歩踏み出せた、一問一答。ご視聴ありがとうございます。早速、今日もハブ選手のファンへ情報をご提供させていただきます。プロスケーターとして初の愛称、プロローグの千秋楽を迎えた羽生結弦さん、27、が5日、青森県八戸市での公演後に報道陣の取材に応じた。 ショーのフィナーレでは歓喜はまり、涙。7日に28歳の誕生日を迎える心境も明かし、今後へ向けた決意を語った。以下、一問一答。今の気持ちは、プロとしての初めての愛称。何より大きな怪我なく、最後まで乾燥し、切れたことは本当に大きな経験になった。いろんなことがあったけど、多くのスタッフの方々に支えていただきながら、 プロとして活動していくんだなと改めて実感した。これからもプロとして頑張っていこうと思う。先週楽、解放感もあったか。最初から最後まで本当に全力。最後だからこそ最後まで体力を残しながら、全力を尽くしきることをやらないと。すごい大変なショーだった。ただ、競技者的な観点かもしれないけど、ちゃんとジャンプ決めて全部ノーミスでやれたのは自信になるし。 いい演技を届けられたなって達成感にもなっている。マイナス27歳はどんな年だったか。僕にとって27歳は本当に大きな節目を迎える年になった。27歳の途中でプロに転校する決意をして、プロ初のツアーを2カ所、内容の濃いものを感想し、切れて、僕の理想とするようなプロへ、一歩踏み出せたかなって気持ちで27歳を終えることができる。 マイナス28歳を迎える。28歳は本当にプロだけの自分になる。アマチュア時代の自分を見たときに、今の方が上手いなって胸を張って言えるように成長していきたい。あとは自分の演技を見たいなって思ったとき、アマチュア時代の演技を探すんじゃなくて、今の自分ですっと刺さるような演技を、これからも目指して頑張りたい。コメント、プロローグ、素晴らしいショーだった。 八戸ではさらに研ぎ澄まされ、本当に今が一番うまいと感動した。見るそばとしては、想像以上に緊張感がすごい。ショーの成功にはハブ選手の健康がかかっている。東京ドーム公演の成功をまた祈る。自分の演技を見たいなって思った時、アマチュア時代の演技を探すんじゃなくて、今の自分でスッと刺さるような演技を。ハブ選手の向上心の先が見えない。 確かに最近の演技は進化しつつ上手くなっています。ギフト、成功へ乗ります。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。